こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、シンバルレガートの指の使い方ですね、高速になったりとかするときに、まあ、うまくできてないと、こう、レガートがうまくいかない。あと、2ビートみたいになっちゃう人はよくいるんですね。こう、1、3をあんまりこう、強調しすぎちゃうと、こう、と、と、とこ、と、こ、と、と、こ、とっていう感じになるので、基本的には、よく英語ではこう、ウォークザドッグ、犬の散歩、ね、ウォークザドッグ、ウォークザドッグ、ウォークザドッグ、シャッツザドア、シャッツザドアっていうふうに教えます。裏拍から、ワン、ツー、スリー、ウォークザドッグ、ウォークザドッグっていうふうに演奏するのが普通ですね。で、ポイントはですね、最初の1個目、これ速くなってくるとみんななりがちなんですけど、この、チンチチチンチチって言いがちですけど、チッチチン、タータタン、ウォークザドッグ。ウォークとウォークザドッグ、ウォークザドッグが分離しちゃう人がいるんですけど、ここが3連打、こう、イメージ的には、トントントン、トントントンっていう風に繋がっていく。ということは、1個目にいかにこう、リリースす、こう、離しちゃう。1個目でグッて握っちゃったら、これ、握ると音は短く切れるので、レガートってのはつなげるという意味ですね。だから切るんではなく、切ったイメージ。こうするとやっぱりこう2ビートっぽく聞こえちゃう。特に、この、タンタタン、ウォークザドッグ、ウォークザドッグ、じゃなくて、ウォークザドッグ、ウォークザドッグっていう風な音色にしたい。で、その最初のトーンの時に、いかにこう上まで戻すか。ね。で、ほっとくと、で、これ、バランスポイントは3分の1だから、こっからやると、ほら。こう指使わなくても、このまま弾んで、タンタンタンってなるでしょ。そうすると、タンタタンに対しては、ちょっと最後の3打目が遅いんですよ。ね。なので、タンタタンを、小指で握る感じ。まあ、正直この2本と、もう最初投げるときと、小指で、こういう感じ。この時にここまで膨らんで、2個目までは、この、最初にこう投げたとこで2個目までは打てて、3個目を小指で握る感じ。で、その時にこう、押さえつけるんじゃなくて、すくってあげる感じ。するとめちゃくちゃ速くなる。速くなった時に、あの広瀬淳二さんっても僕大尊敬してる、ドラマーなんですが、イメージ的にはスティックがずっと平行にずっとこういう風になるのをここでこう調節すると速くなるよっていう。あ、確かにそんな感じは。で、やっぱりその海外に行って僕はすごくこうその時にこう見てた、あの今までに感じてた人たちとこう明らかに違う、こうジャズのドラミングに対してすごいこう何が違うんだろうと思って、みんなすごいレガート振り上げるんですよ。まあバディ・リッチとか、例えば、トニー・ウィリアムスとか、他にも、アート・ブレイキーとかフィリーとかもそうですけど、ビデオを見ると分かるんですけど、スティックが当たり前のようにここまではレガートするときね、持ち上がるんですよ。で、もちろんちっちゃいお店だったりとかすると、もうすごくコンパクトな音にするんですけど、練習するときに高くこう持ち上げる癖をつけておかないと、このバーンバーカバーンバーカバーンってスイングしてる感じ。まあね、高橋慎之介くんが日本に帰ってきたときにね、で、そのときに僕のラブリーに遊びに来てくれて、僕の後叩いて、あまりにもレガートのかっこよさが違いすぎて、すごいスティックこんな振り上げて叩くのに、ものすごい躍動感があって、あ、スイングってこういうことなんだなっていうふうに思ったことがあるんですね。なので、こう、スティックをこう、コンパクトに演奏するのは、こう、大きく振って、こう、演奏してるのが身についてきてからコンパクトにすると、ちっちゃいながらも、こう、こう音量がこう、ちっちゃいながらも、こう、高さは低くするんだけど、その、いろいろこう手の中でこう体重を乗せたりとかね、そういうことでこう同じこう大きいものを表現できるようになるんですけど、ちっちゃいところで練習してると良くないんですね。だからできるだけこう基礎練習っていうのはできるだけ上から振り上げる練習をすること。
walk the dog、 walk the dog がちゃんとつながってる。 walk で walk the dog、 walk the dog、 walk the dog、 上に上がるのがグになると walk the dog、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  肩に上がるんですよ、肩に上がる。こういうこう要はエネルギー感が結局スイングなんですよ。でこのエネルギーがずっとこう一定でこう回転して続けてると、サックスとこはその回転に乗っかってフッて音を吹くだけでボーンって音が前に飛んでくんですね。ところがこう形だけ一緒でやるとサックスがポッて吹いた時にその音が止められてしまう感じがするんですよ。だからドラムはスイングしてればもういいってよく言われるんだけど、スイングさえしてればキメとかはとりあえずいいんですよね。で、キメとかもさらにスイングしながらできたらさらに最高なんだけど、キメをすることによってスイングが止まるんだったら、スイングしてる方に重視した方がバンドの他のメンバーにもめちゃくちゃ喜ばれます。他の人が演奏しやすくなるんですね。でベースのことをレガートって、ベースの音をこう裏からタン、ウォークザドッグ、ウォークザドッグって言ってこうバント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 ン、ウォークザドッグ、ウォークザドッグって後ろからこう引っ叩くみたいにこう2-4でこう引っ叩くってやってあげるとすごいベースもグッと押されていくし、ベースとドラムがこうやってこうエネルギーをこう回転してドライブしていると、そうするとこうものすごくこう管楽器は楽になる、まあ、フロント楽器はものすごく楽になる、アドリブが取りやすくなる。だからもうアドリブの音がなくても気持ちいいから、ポンって弾いたらポンって飛んでいくし、なんかもうめちゃくちゃ楽しくなってくる。だからドラムとベースの役割ってスイングするって言われるけど、それがポイントですね。なので躍動させるっていうことがすごい大事。高く引き上げて、この3つがこうちゃんとこう線でつながって、タンタタンってこう一筆でつながっているのが大事。だから、ウォークザドッグ、ウォークザドッグってならないようにね。正直こう一拍目の音ってなんかぼやけててもいいんです。早かったり2からこう流れていく感じができてたら、もう1のことに関しては多少こうまばらでも全然平気なんですね。なので2のタイミングをすごい狙って2から1にこう流していく感じ、こうつなげていく感じっていうのがすごいレガート。ウォークザドッグ、ウォークザドッグ、ウォークザドッグ、これさえできてしまえば、あとはどんなに速くてもこうハイハットの 2-4 さえ乗れれば、もうどん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 推進させていけるし、めちゃくちゃいいんですよね。だからこの速くなってくると、このここにこの返ってくるのを押さえがちですけど、速くてもこの早くてもここまで引っ張り上げれたら、そうすると膨らむんで、レガートが速いテンポでもレガートがこう躍動する感じになりやすいですね。でわざとこうペタンとへしゃげさせることもあるんで、それタイミングずらさなきゃいけないんで、めちゃくちゃ難しい話なんですよ。でシンバルレガートっていうのはこの動き、この動きをとにかくこううまくやる、ここの流れをきれいにするためにこういろいろやってみる。そうするとなんかこうもうすごくこれぐらいのテンポでも気持ちよく、でポイントは皆さんよくなりがちですけど、これは僕は大阪さんにも言われたんですけど、ここをみんな動かす。でも僕は関節っていうのは1、2、3、肩の4つだと思ってて、でレガートは2まで、だからこの手首で持ち上げてここは動かない方で、よっぽど大きい振りになった時はこうで、皆さんそうなんですけど、ここを動かす人って2がおろそかになってます。なのでこうですね、1が1十分使えたらそのサポートで2がいく、2が十分使えたら3に行くっていう形にしないと、みんな3を使って2が全然使えてない、1、2が固まってたりするんですよ。だから1、2だけで手がある、ここは動かさない、まあ、レガートのポイントです。必ず1個目ジャンプさせて、ここを止めない、ここを下で握り込まない、上に膨らませて、2個目は自動的に落ちるまで待って、3個目だけすくう、でここは動かさない、で2拍目を狙って
僕からするとベースのライン、ベースのラインがあとタイミングはベースの2個目よりもちょっと後ろ、通り過ぎた後から狙って一拍目にグッてつなげてあげる感じするとレガートがしやすくなるかなと思いますね。なのでその結局はこの数値でやってるわけじゃないんですけど、より気持ちよくするためにどこをどう動かすとより気持ちいいのかなみたいな、で何も考えずにやってるとずっと同じことやっちゃうのでではなくて、より気持ちよくするためには、まあ、ある程度仮説を立ててこうじゃないかで、まあ、僕も今までそうやってやってきたので、もっと気持ちよくするためにどうするんだろう、じゃあ2拍目引っ張ってみようとか、レガートこうやってつなげてみようとか、ちゃんとこうプランを持っていろいろやらないとなかなかうまくならないので、そこら辺をしっかりやってもらうと、レガートはめちゃくちゃ、レガート良くなると本当にね、他の人がすごいこう気に入ってもらって、ドラムってそうなんですけど派手に叩くとお客さん喜ぶんですけど、一緒にやってるミュージシャン気持ちよくなかったりするんですよ。でお客さんの評価とミュージシャンの評価っていうのはやっぱりこう2つあって、どっちも高くなきゃいけないんですけど、お客さんばっかり評価高くて、ミュージシャンに対して評価がなかったら、ドラムってまあ正直こうミュージシャンに誘われる側の楽器なので、ミュージシャンにやっぱり気持ちよがられないと仕事は増えないんですね。なのでお客さんにもちろんアピールをしていかなきゃいけないんだけど、でもこうミュージシャンに一緒にやってて気持ちいいって思われるのがすごく大事なんです。まずそこをすごくやらないといけなくて、このレガートをとにかくかっこよくするっていうのはすごくこう大事なんですね。なのでまあ一大命題なので、まあこれできる限りのことはお話ししましたけど、他にもいろいろこう要素あって、あとこう例えばジミーコブなんかはこうやって押さえつけるタイプのレガートをするんですね。特に、モード以降、モードのサウンドになると、もうこのレガートって僕ハッピースイングって呼んでるスイングが、まあ、ハッピーになるじゃないですか。で、あのモードみたいな感じになるとこれでやるとちょっとね明るすぎるんですよ。なので暗い音を使うために押さえつけて、こうハッピースイングは僕は回転がこうだと思うんですけど、そのダークなスイングは、要は押さえつけるスイングはこっちに回転させるんですね。でもこう上でつなげれないと下ではつなげれないので、上でつなげる感覚、要は手をいっぱい振り上げて練習してから、それからグッと押さえつけて下でつなげる感覚っていうのも身につけていくといいかなと思います。だからライブやってると上手い人ってどっちも使い分けるので、でその一部分だけ見てほら押さえつけていいじゃないかとか言って、でもこう上手い人っていうのはちゃんとこう手の中でこうちゃんと一回リリースしてて、もっと複雑なことやってるんですよ。一瞬見た感じ似てるんですけど、ギュッて握ってないんですよね。握った瞬間にパッて一回リリースしてるんですよ。それめちゃくちゃ難しいん で、それは多分音をイメージしてるとそうなってくるんですけど、でまずは最初はやっぱハッピースイングがうまくつながること、上に回転するスイング感っていうのがうまくつながること、ライブに行った時っていうのは、まあ、ある程度音量も気にしなきゃいけないんだけど、自分で練習してる時はできる限り大きく叩く、一人で練習してるときは別に迷惑かけるわけじゃないから大きく叩く、でそれをこうコンパクトに表現できるようにライブでチャレンジするみたいな感じで考えていった方がいいかなと思う。だからレガートのパターンで組み合わせやってるときよくこうそっと叩いてやってる人がいますけど、それだとやっぱりこうスイングしないかなって感じ。やっぱりするんですけど、まずは最初は大きく叩くっていうのをとにかく重視していただけたらと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。質問あったら、コメント欄に書いてもらえればできるだけお答えしますし、メルマガ取ってもらって、直接、LINE とかね、で質問してもらえばできる限りお答えしたいと思います。本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。